皆様、こんにちは。アマンダとレクシーの二人旅、長野県よりお送りします。今回も読むのに難しい地名のところに行ったのか。なんて読むのだ。鬼なし里と書いて鬼なさと読むそうです。長野市中心部から車でおよそ40分ほどのドライブで行かれます。戸隠富士湖と高妻山が見えます。
奥須蕎麦名自然園の駐車場が終点です。ここから奥須蕎麦名ダムに向かって折り返します。自然園には春に水芭蕉と桜を撮影しに戻ってくるのだ。Thank you.
足がすくみました。本日のおやつは桜井寛成堂栗のきテラス様のマロンシュクリームです。栗の風味が豊かでとても美味しかったです。皆さんたくさん買っていかれていました。最後までご視聴ありがとうございました。皆様からのコメントやご登録心よりお待ちしてます。